メーカー側もやっぱ独特で癖があるっていうのは歌ってます。うん、ああ、その癖がこれか。はい。ああ、面白いね。どうも、ビアスチャンネルです。このチャンネルはウイスキー好きによるウイスキー好きのためのウイスキー好きのチャンネルです。そうですね、ウイスキー限定じゃなくてね、はい、お酒が好きな方は見ていただきたいと。でもウイスキー好きな方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでですね、はい、今日のウイスキーは、はい、ですね、最近モルバン GP ばっかやってたんで人間大好きな他のウイスキーが飲みたいなと。ああ、 まともなウイスキーだ。そうで、いろいろこっそりね、はいはい、家で飲んでたわけですよ。 OKOK、はい、最近ね、うん、これ何？トゴーチ。トゴーチ。トゴーチの懐かしいな。酒カスクフィニッシュ。これあれなんだよな、なんか日本酒漬けた樽かなんかで作ってるんだよね。そうそうそう。でこれが、うん、今ね、うん、ナポさんが飲んだら、うん、多分感動する。感動する？うん、だって最近1000円のウイスキーしか飲んでないから。で昔なんかトリッスと一緒に飲んだ動画が最後でしょ。あれトリッスって誰だっけ？おい。そろそろ呼ぶよ。いや、やめて。そうなんです。でね、はい、これがどんなものかっていうと、うん、はい、覚えてるかな、中国酒造さんの、ちょっと言えてないね、うん、中国酒造酒造さん、はいはい、じゃあね、はい、久しぶりなんで、はい、ちゃんとレビューやっていきましょう。はい、行きましょう。ありがとうございます、はい、ということで、うん、ですね、公式情報いきますね。はい、ありがとうございます、これはね、ジャパニーズウイスキーではございません、うん、ありがとうございます。はい、どんなものかと言いますと、うん、スコットランド、スコットランドな、そちらのノンピーテッドのミディアムピートを使用しておりますと、はい、スモーキーな風味、うん、そしてピート香、はい、そういったものが感じられると。なるほど。オークダルに一度白ワインをつけてます、はい、うん、オークダルに白ワインを一回つけます、はい、その後に日本酒をつけてます、うん、日本酒の香りがついた樽に、はいはいはい、最後ウイスキーを香熟していると。なるほど。そういったウイスキーなんです。創業はですね、はい、1918年、はい、100年以上前になります。はい、でですね、こちらもですね、日本酒や焼酎、リキュール、缶酎ハイなどさまざまなお酒を販売している会社様でございます。中国酒造さん、はい、はい、トンネルで熟成することによって、うん、トンネルの話ですよ。年間約15度で保たれ、うん、湿度は約 80% です。素晴らしいね。これがウイスキーの理想的な環境らしい。あ、そうなの？はい、あ、それ知らんかったわ。はい、はい、そうです。はい、柔らかいのに強いね。そうなんです。なんでこれをね、いきなりまたやろうかと思ったかというと、うん、思ったよりも不思議な味だなと思ったんです。あのお米のね、ずっと噛んでるとあの甘くなる、あのブドウ糖の甘さっていうか、はいはいはい、あれがっぽい感じがします。日本酒ですから、もうなんかそんなただちょっとあの白ワインとかのちょっと尖った感じもね、するフレッシュな白ワインのフルーティー、うん、そしてブドウの酸味、うんうん、で香熟させた風味をつけた黒糖のような甘みと、はい、でもなんとなくちょっとバニラ香もするような気がするんだよね。もともとのそのベースのウイスキーっていうものが結構蜂蜜とかそっち系の香りらしいんです、うん、あ、あ、そうなんだ、はい、ピート香、バニラ、あ、来た、ほら、でチョコレートといった甘み系のウイスキーらしいんです。バニラはすごいなんか素朴感じだ、うん、バニラとか蜂蜜とかそっち系ですよね、柑橘系の、うん、じゃあロックですね。はい、はい、すげえ甘くないですか。いや、ちょっとワインっぽいわ。なんとなく僕白ワイン苦手なんですよ、うん、なんでその苦手だからこそ分かる、そのワイン、白ワインのあのなんだろう、ドライな感じっていうのかな。ドライもあるけど
甘みがすごいじゃないですか。いやそっか。なんかワインで言ったら寄付ワインみたいな。あおすすめの飲み方はロック。で氷を1個入れることで、はい、独特のピートコーバニラ蜂蜜の甘さをより感じられますと。はい、この舌先に残る感じは蜂蜜感じゃないですか。ああそうだね、うん、あそうだそうだ。でもやっぱ体感ちょっと重いね。重くないか。どっしりしてる。どっしりしてる。重い。蜜とか甘さとかもしっかりと感じられるんだけど、はい、どっしりとした重みがあるんで、はい、その味わいよりもちょっと重く口の中に感じてしまう。美味しい、美味しいけど難しいウイスキーだな。ちょっとごめんね。香りもバッチリ、最初のこう口の入りも OK、 喉越しもいいんだけど、残ってるのがすごくこうクッてこう、うん、お、わかる、うん、僕がちょっと言わんとしてることが、やっぱしね、メーカー側もやっぱ独特で癖があるっていうのは歌ってます、うん、あーその癖がこれか。はい、あー面白いね。でもこれがね、その香熟の良さというか面白さだと思うんですよ。うん、へえ、これ面白いね。久しぶりにね飲んでどうでした。いや美味しいよね。多分昔飲んだ時ってこんな感想じゃなかったと思うんですよ、うん、でも今飲むとこれの面白さが分かると思うんですよ。どんどん加水してると余韻が面白いね、うん、非常に面白い。ウイスキーの余韻って、うん、例えば甘い、ドライ、辛いとか、うん、スパイシーとかってあるけど、甘さの中でどんどん変化がある、うん、口の中の、うん、そういった意味合いではすごくこう深みのあるいいウイスキーだなと思いますね。そうですね。なのでかなりね癖があって、うんうん、なかなか飲み慣れてない味のウイスキーだと思うので。それだ、飲み慣れてないからこう感じるんだ。はい、下手するとモルトグレーン米だもんな。そうですね。なのであのね、もしこれ買ってみてあんまりだなと思う人は、おすすめはトワイスアップらしいです。トワイスアップなの、はい、なのでね、今日はやりませんけども、うん、皆様はよかったらトワイスアップもやってみてください。ということで、これから飲むつもりでいますけども、今日はこれで締めますので、ありがとうございます。はい、はい、それでは皆様ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。意外とハイボールもうまい。